はい、グラクロやっていきますということで、いや、ちょっとね、グラクロまでね、手が回らなくて、ちょっと初めて、クエスト、ワールドクエストね、見なかったです。スキップしました。そして、ビンゴイベントもさっきやったばっかなんですけど、で、今回ね、スペシャル殲滅戦とかビンゴイベントあったから、デイリークエストとかないのかなと思ったら、今日気づいたんですけど、応援イベントありましたね。今回イベント多いな、もう5日目っすよ。やばいっすね。まだ1回もやってないっす、これ。応援イベント。間に合うかな？今からやって、もう5日目ですけど、間に合いますかね？ちょっと不安です。いやー、ほんとグラクロまでちょっと手が回んないっすね。さ、まあ、ガチャチケットもね、手に入ったんで、まあ、ちょっと時間経っちゃいましたけどね。ちょっと時間なくてね、動画も撮れなかったんで。まあ、イースティンとモノ。自分、モノのが好きなんですけどね。ただなんか目玉はイースティンらしいんで。まあ、イースティン狙ってね、ガチャ行きましょう。まあ、でも別に天井までやるかどうかっていうのはわかんないですけどね。とりあえず100連くらいやって、様子見ようかなって感じですね。これからやっぱりね、無料のガチャチケット手に入ったら、それを手に入れてからね、ガチャ動画撮ろうかなと思って。結局その無料の10連でね、出るかもしんないしね。さ、おお、可能性あるよ。おお、出た。いきなり SSR。ほぼ出ないと思って、おお、いきなり。ん、これいつのバレンティだ。いや、このバレンティ持ってなかったんじゃないかな。まあ、ありっすね。これは新しい方のバレンティだよね。こんな感じで無料の10連でもね、出るんで。ちなみに今回提供割合は、7つの災いガチャって感じね。いや、本当にピンポイントで持ってなかったバレンティ出たね。まあ、あとはイースティンとモノ引けりゃいいっすけどね。すごいね、ピンポイントで引けたね。ちょっと初日に一応軽く性能を見たんですけど、確かイースティンの方が確か実際性能も強かった気がします。どうだろうね。こいつ持っとかなきゃいけないくらいの性能なのかな。ちょっとそこら辺がわかんないですけどね。もう一回戻ります。ちゃんと確率上がってましたね。新キャラね。さっきチラッと見たときなんか確率上がってなかった気したんで。そうそうそう。バレンティがなんか7つの災いにバフがかかるね、特殊戦技なんで。まあ7つの災い使う上では、まあ持っといていいっすよね。だからやっぱりイースティンはね、持っておきたいっすよね。今、バレンティって言った？イースティンですね、イースティン。おお、すごい。SSR 出た。やっぱ木の枝はね、普通に大丈夫なんですよね。やっぱ青い引っ張ると、負けるのが絶対に出ない。木の枝はね、全然出る。なんかね、次、もし新キャラ出たとしても、なんかモノな気がするな。さあ、どうだ。今日は本当にただ無心でガチャやってるだけですね。今、とにかく自分はあれっすね。さっきのデイリーミッション。もう5日目ですけど、今から間に合うのかどうなのかっていうところだけが、今一番気になってます。おお、イースティン引けてしまいました。やばいね。神引きだね。まさかの持ってなかった、新しいバレンティと、
今回の新キャラのノブレスイースティン30連でゲットです。いや、かなり良かったね。モノってどんな性能だろう。ああ、そういう感じなんだ。こいつも7つの災い、縛りの、バフ持ってんですね。ただこいつに関しては自分自身のステータスが上がる。スキルも別に今までのものと特に変わり映えしないですよね。いやーどうだろう、追いかけるべきなのか追いかけるべきじゃないのか。正直今回のこのイースティンも言うてそこまで大したあれじゃないっすよね。まあでも普通に目玉のイースティン出たんでね、普通に撤退でもいいのかなとちょっと思ってます。あ、これが新しい、モノの衣装っすね。まあどっちもパッとしないな。衣装がねすごく良かったらね、追いかけるのもいいかなと思ったんですけど、別にそこまで衣装も、そこまでなんか欲しいとは思えないんで。何この生物って。あ、この生物ってあれか、自分まだこのコンテンツいじってないんでいや、グラクロマジでね、ちょっとまあいいことだと思いますよ。まあ両芸、さすが両芸っすよ。新しいコンテンツを毎回毎回入れてくるんで、ただ自分はあのグラクロサブゲームなんで、かなり浦島太郎状態ですね。そもそもあのグリフォンみたいなやつ倒せないです。一回やったんですけど、まあグラクロが自分ね、唯一その心が離れちゃう原因が、高難度やる時のあの運ゲーすぎる戦闘バトル、あれが自分結構慣れちゃって、自分運ゲー戦闘嫌いなんですよね。普通にあのグリフォンみたいなやつも、女神族編成パーティーでねチャレンジしたんですけど、普通に4ステージ目まで普通に行ったんですけど、で最後の4ステージ目でどうしてもあと一発くらいまで行ったのかな、確か。なのにどうしてもあれなんですよね、その時の欲しかったキャラクターのカードがどうしても来なくて。グラクロそういうのが多いんでね、ちょっと心が離れちゃうんですよね。まあそんな感じで、まあね、一応ちょっと撤退でいいかな。30連でね、イースティン出たんで、普通に撤退でいいかなと思います。まあ、このキャラ育成チャレンジもね、イースティンしかないんで、まあ、イースティンできるんでね、ここで撤退しようかなと思います。そんな感じで、神引きと言っていいんじゃないでしょうか。どうもありがとうございました。